隊の名前はオデッセウス。マシュマ軍に雇われ、傭兵化用の味わいとしている。少し前のアップデートで老雪の深淵というマップが実装されたのであるが、その時に我が輩は大幅改造手術が施された。長年剣士用の武装混沌戦傭兵器としてしか出番のなかった我が輩であるが、ここに来て対人戦闘に役立つスキルが追加されたのだ。一つ目はアテナの鎧というスキルだ。これはカウンタースキルで自動発動するので、加護しないで攻撃してきた奴らにダメージを反射させるのである。これに伴い前衛で影としての役割を担う我が輩は、さらに狙われにくい存在となった。従来であれば反射スタン性能を持つキンヤタミヤに前衛としてのポテンシャルで大きな差を広げられていたが、おかげで盾を持ててタフでさらに反射するという凶悪仕様へと変化したのだ。もう一つ加わったのは呪いの木馬という攻撃スキル。こちらは何の制約もなくいきなり3列目の攻撃へ横1列のダメージをぶちかますことができる。だが、威力はそれほどでもないので他にやることがある序盤では出番はないだろう。序盤はガードで耐え忍ぶか、いつも通りに武装解除で相手の命中を下げる嫌がらせが必要だ。そして今回の仕様変更一番の目玉スキルは、呪いの英雄というパッシブスキルである。こちらは我が輩の後ろにいる傭兵が受ける物理ダメージを全て軽減してしまうという代物だ。その軽減率はレベル80において実に 49.6% となっており、ほぼほぼ半減することになる。従来であればアテナの加護という味方の剣属性変異に回復効果と防御アップのパッシブスキルを取っていたが、そもそもリーグでは防御アップはゴミであり、その回復力もスズメの涙程度である。なのでためらうことなくスキル消去して呪いの英雄を取得することをお勧めする。これらのスキル書は老雪の深淵に行けばいくらでも手に入るので暇を見て入手するといいだろう。なお、我が輩を編成に組み込んでおらずレベリングが面倒だという者もいると思うが、呪いの英雄だけはレンタル傭兵で取得することができない仕様となっている。なので自前で我が輩を雇った者のみがその恩恵に預かれるのだ。現在呪いの英雄は持続にターンのわずか一度かかってしまうとかごや浄化で消さない限り永続使用可能となっており、我が輩が倒れてもかかり続けるので積極的にポジション変更を駆使してリーグ終盤まで打たれ強さをキープするといいだろう。我が輩の存在そのものが遠距離効果抑止動向性激減に拍車をかけていると言っても過言ではない。火力でゴリ押ししてくる大砲師匠のあの方へのアンチ傭兵としてデッキ用をお勧めする。こんな優秀な我が輩であるが、マシュマー軍でのポジション争いは熾烈を極めている。従来のスタメンであった絶対要塞の金春像が我が輩との枠争いで被っているが、防御性能だけで言えばもはや引けを取らないだろう。だが奴には浄化して回復するというスキルがあり、はめられやすいマシュマー編成には必要不可欠な存在となりつつある。なので相手が絶対はめてこないと分かっている時しか我が輩は出陣できないのが現状だ。そしてそんな金春像をも脅かすのがタミヤの存在である。相手がガッチヒーローでスピン吸収をしてくるパターンの時は金春像を押しのけタミヤがスタメンとなる。タミヤのカウンタースタイルはほぼほぼ発動してたまにしか発動しない金春像とは比べ物にならない。なので前衛にいても面倒くさい仕掛け性能としても優秀な存在だ。今回のアップデートでタミヤも下方修正され、全体上回復回復スキルのコブが近接傭兵のみに変わったが、それでも使える傭兵であることに間違いない。そんな奴らと相手次第で出番が入れ替わるというポジション争いを強いられているのが現状。我が輩としてはなんとかスタメン固定を勝ち取りたいのではあるが、火力役のアーサーや勘を押しのけるほどではない。まして奴へヒーローの行動力をブーストするという大マシにとって変わることなど不可能であろう。どちらかといえば守備的傭兵に部類される我が輩はいつでも出番に苦しんでいるのだ。それでも剣ヒーローの音も以外で生きる道ができた現状を喜ぶべきであろう。願わくば順隊は歯を口なし編成でロックしてやろうという輩が激減してくれれば、我が輩の出番が上昇するの
て。みんなの丘を効果力先生に戻すの大事だろう。私の呪いの英雄というスキルは加護すれば消えてしまうという性質上、脳科も効果力の猛禽先生に向いている。テクニックはないけどとりあえず装備揃えるのは頑張りますから大胆で勝たせてくださいという戦闘力絶対新鮮にはおすすめだ。つまりマシュマー軍にとって必要な存在なのに相手によって出番を損なっている。どんな過酷な環境でも最後まで前衛として立ち尽くす所存であるので皆も雇用を検討していただきたい。相手が真っ先に落としたいと思う妖精を我が輩の後ろに配置するだけで生存率はぐんと跳ね上がるだろう。ここ最近実装されたばかりの新規妖精スパルタクスとの相性も抜群で、武装解除をかました上からスパルタクスのジェノサイドをお見舞いするのも面白いかもしれない。海賊を使って毒で嫌がらせするタイプの人にも同じことが言える。どこのチームも枠争いは日常茶飯事に行われ出場したっても出番に恵まれない妖精はたくさんいるだろう。ただ、組み合わせ次第では無限の可能性を秘めているのがこのアトランティカの対人戦法だ。自分だけのオリジナル編成で周りをあっと言わせるのも醍醐味である。